後ろはリボンになっていて、可愛さもボトムスは動くたびにヒラヒラと揺れて動きあるものに露出しすぎない音が可愛いコーデです。 NX 拡散希望。続いてはチームエイトのナンバーワン美白少女長野セリカ。ふわっと綺麗なシルエットのワンピースと胸元のフリルとリボンで可愛らしいデートコーデです。ファンタスティックワーワーワープリティエンジェル。続いては生まれてきてくれてありがとう坂口渚。黒っぽい服に白いコート、ハイウエストのスカートにベレー帽で特別感もアップアップアップです。チェックラー北海道 NX ブリリエンブリリエン。続いては宮城県が生んだダイヤモンドの原石ウエミソラノ。トレンドの緑ジャケットを着て大人っぽく夜のコーディネートを仕上げます。古着のスカートは一枚の布、動くと足がちら見えするのがポイントです。見てね。自分らしさ全開、自分が着たい、自分に似合う、そんな可愛いコーデにしました。ぴょんぴょんぴょん。 And 新キャプテン。続いてはショートヘアがエクセレント蔵の女ルミ。ファッションのポイントはこだわりなし。今年も我が道進め、なるちゃん。 And next Perfect 黒マスクで一気に全国区に踊り出たチームエイトのパイオニア大西まぼか。ファッションのポイントはいつも自分が着てる服です。登場したのはチームメイトのセクシー第7世代福留光穂。ファッションのポイントは足が見えたり見えなかったりするところです。ですですです。チェックラーチェックラー。ミスフォトジェニック。続いてはモデル並みのスタイルにおしゃれが映える奥本ひなの。大人っぽくデコレテを出し、さりげなく女性らしさをアピールできるコーデです。噛んでしまった。 And next 強化タン。続いてはもう可愛い以外に言葉が見つかりません。山田強化。ファッションのポイントは肩が開いている、ニットで少し大人っぽいけどリボンがついていて可愛さもあるところです。見てください。 And oh my god 個人的に世界で一番可愛いと言わせてください。高橋彩音。ファッションのポイントは埼玉から横浜来ちゃいました。夜景よりお前のことを見てたいわって言わせられる。
自信がありますとのこと。次のライブを楽しみ。And the final and the only God bless you。最後を飾るのはチームメイトから世界に羽ばたいた本田仁美。コーデのテーマは甘辛ミックス。黒のロングスカートで大人っぽくスタッツベルトと丈短ジャケットで辛さを出し、スカートのビアードとベロアリボンのアクセントで甘さをオンしました。説明だが、そして全員終わったので全員今度登場します。 Come on out Foxy members, come on out。 どうぞ出てきて、出てきて、みんな前歩こう、前の方に、ステージ前にできるだけ。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。チーム8 Foxy Party ポーズ、セカンドポーズ、そしてファイナルポーズ。以上チーム8 Foxy Party のファッションショーでした。 Thank you! See you again! The next song!